YouTube で学ぶボールルームダンス。今回はタンゴのプロムナードポジションから踊られる定番フィガー、クローズドプロムナードについて説明していきます。初めての方でも分かりやすいように説明してまいりますので、ぜひ楽しんでいってください。まだタンゴの組み方やツーウォーク、プログレッシブリンクを学んでいらっしゃらない方は、以前のステージをご覧になってからこのステージに入っていただくことをお勧めいたします。それでは早速始めていきましょう。クローズドプロムナードは、その名前の通り、カップルで同じ進行方向を向いたプロムナードポジションに始まって、最終的にクローズドポジションに戻してくるフィガーです。一般的にはプロムナードポジションで始まったフィガーは、その小節の間にクローズドポジションに戻るというのが通常なんですけれども、クローズドプロムナードではどのようになっているのか、一歩ずつ説明していきましょう。1歩目はプロムナードポジションで LOD に沿って横へ、続く2歩目はその足を越えていく CBMP にアクロスという場所にステップします。この時この足の位置と加えて、男性が女性の方にしっかりとボディを与えてあげることによって、女性はこの後確実にクローズに戻りたくなります。そのような状態を作っておいて、3歩目は男性横少し前、女性は横少し後ろにステップします。ここでは一気に乗ってしまうのではなくて、ご覧の通り男性は左足足のインサイドエッジ、女性は右足ボールのインサイドエッジで、体重が一気に乗らないように一瞬中間バランスの状態を作ります。ほどなく体重はこちらの足の方に移っていきますので、中間バランスで長く静止する必要はありませんのでご注意ください。4歩目の後ろの足はオールフットで、タンゴの足の形になるように揃えてきてください。膝も左の膝の後ろに右の膝がクローズする、膝のクローズの状態を作ります。これでクローズドプロムナードは完成です。男性単体でクローズドプロムナードのフットワークについて見ていきましょう。1歩目はプロムナードポジションで横へ、この時のフットワークを教科書ではヒールと書いてあります。横に出していく都合上、ヒールのど真ん中にがっつりいきなり乗っていくというよりかは、左足のインサイドエッジ側からヒール、そしてインサイドエッジ側のボール、最終的に体重が乗っていく時にフラットになるという理解でいてください。続いて2歩目はこの1歩目の足の向いている方向、この方向ですね、それをまたぎ越す形でまたフットワークヒールで置かれます。このような足の位置を CBMP にアクロスと言ったりします。
そして先ほどと同じようにヒールといってもこのような出し方になりますので、感覚としては足のアウトサイドエッジ側、外側からヒール、ボール、そして体重が乗っていってフラットになっていくというようなイメージでいてください。そして一番苦労すると思われるのが次の3歩目の足のインサイドエッジっていうやつですね。この2歩目の足の横少し前に足のインサイドエッジで置くわけですけれども、この横少し前っていう言い方がね、まず馴染みがなくて、拒否反応が出てしまう方もいらっしゃると思いますが、女性とうまく組んだ状態でクローズしてくるために必要な知識ですので、この機会にちょっとだけ勉強してください。まず横と言いますのは簡単ですね。前の足に対して横です。だいたい自分の体の身幅ぐらい足の横にステップされます。そして少しっていうのは、靴の半分分前っていう風に社交ダンスでは解釈されますので、ここからもうあと半足分くらい前に持ってくると横少し前っていう位置になります。ですので最終的には、前とか言いながらね、このまっすぐの線上に右足と左足がほぼ並んで置かれるような状態になります。細かいこと言いますと、このまっすぐの線よりも左足はやや内側に置くのがおすすめです。と言いますのも、個人的な失敗談で、この横少し前というふうに書いてある足の位置をですね、かたくなに教科書を再現しようとして、結構こう前の方にね、こういうふうに出そうとしてた経験があるわけですね。しかも足のインサイドエッジにしようとするんですけれども、足を前に出せば出すほど足のインサイドエッジというよりかはボールのインサイドエッジにしかならなくって、非常に足のボールを痛めつける、ようなことを繰り返してですね、親指が痛くて踊れなくなったこともあったんですけれども、そういう風にならないようにという意味と、女性にとってもですね、この CBMP にアクロスの状態から少し男性の方に引き込まれるような位置に左足が置かれた方が、女性としてもクローズドプロムナードだなっていう風にはっきりと分かりやすいっていう、そういう都合もありますので、足の置き方はこのようにほぼ同じ線上に足を並べておくんだという風に男性の方は理解しておいてください。そして最後の4歩目です。左足が足のインサイドエッジからフラットになっていくと同時に、後ろの足が地面から離れ始めて、左足の後ろにですね、単語の立ち方のところで説明した通り、後ろの足のつま先が左足の土踏まずの方を向くような形でね、少しこのような足元のローテーションを伴って揃えてくるっていうのが単語らしく踊るコツです。以上、クローズドプロムナードの男性のフットワークでした。続いて女性のフットワークも見ていきましょう。基本は男性とほとんど一緒なんですけれども、プロムナードポジションで1歩目は横へ、この時のフットワークはヒールですね、内側からついていきます。続いて2歩目はこの1歩目の足を越えて CBMP のアクロス、こちらもヒール、靴の外側からついていきます。そして3歩目、ここがちょっと難しいところでしたね。横少し後ろにボールのインサイドエッジでステップします。後ろと言いながら、そちらの方から見ますとほとんど同じラインの上に足が並んでいるように見えるかと思うんですけれども、基本的にはこの膝の位置っていうのはまず男性にフォローしていかねばならないという点と、2歩目のこの時の視界の状態を基準にして次の横少し後ろというのを決めようとすると、結構ですね、後ろすぎる位置に足を置いてしまう方が多く見受けられます。このようにしてしまうと、クローズした時に膝が揃わなかったり男性に引っ張られる原因になってしまいますので、男性の膝にフォローしていただくという点を前提にして、足をクローズした時にしっかりと膝が閉じれるような位置関係、それを意識して右足の置く場所というのを決めていただければと思います。そして3歩目横少し後ろでボールのインサイドエッジの状態から、4歩目はホールフットで体重の移動とともに足を引き寄せてきます。この時しっかりと左の膝の後ろに右の膝が隠れるような形で膝のクローズができるように気をつけてください。つま先も前の足の土踏まずの方を向けるようにしていただくとなおグッドです。このような点に気をつけていただくことで、男性と女性の膝がぴったりと全く離れて見えないような状態でクローズドプロムナードを終えることができますので、練習の際の参考にしてみてください。
クローズドプロムナードで同じ方向に進んでいこうとするとき、どのようにして女性に今から行くでっていう合図を伝えたらいいでしょうか。ここの秘密は、2人がプロムナードポジションになった後にお互いの膝とヒップから作られるこういうゆるい屈伸のような、ラテンでいうところのクカラチャのような、こういう足の伸縮というんですかね、こういう動きを女性に対して伝えるところから始まります。だいたいプロムナードポジションの時っていうのは、男性の右ヒップは女性の左ヒップの内側にありますから、だいたいこの辺りにいるわけですけれども、このまま綺麗な PP を保ったまんまただただ横に動こうとすると、あれというふうに最初の一歩目がね、タイミングが合わなくなってしまうんですね。なので男性は女性に対して自分の右ヒップをこのような感じの軌道で動かしてあげます。右回りの抽選のガラガラみたいなやつですね、こういう動きですね。そのようにするとこの膝関節、足首、股関節、この3つの動きが女性に伝わって、なるほど今から行くのねと、こういうふうに女性に合図をすることができます。片やそのようにしながらですね、もう一方の足ではこのゲートは閉じておきます。これを合図をしながらどんどんゲートを開いていってしまうと、女性がすぐに出ていってしまうので、立ってる足の方ではそういう小さい屈伸をしながら、もう一方の足で女性の出走ゲートを閉じておく。これによって最初のためが作られて、動き出しのタイミングを合わせることができます。そしてもう一個大事なポイントですけれども、2歩目のアクロスの時ですね、PP のまま横へ進んでいくということで、体をしっかりと絞ってっていう風に習う方も多いと思うんですけれども、この絞るという動作に注力しすぎてしまうと、女性にとってこの右腰がすごく邪魔なものに感じられてしまうんですね。行こうと思ってもこの腰があるから行けないよみたいな風になってしまうので、男性と女性のボディを離さないことはもちろん大事なんですけれども、横へ動いていくときに男性のこのヒップ自身もしっかりと、1歩目もそうですし2歩目のヒール、ここついた後もしっかり膝を緩めていって、ヒールの上に体重をオンしていって、この腰が止まらないように動き続けるという意識を持ってあげることによって、女性は男性のヒップ、ね、このいなくなっていくヒップについてこようというふうに思ってくれますので、2本目で、ね、ギュッと絞って止まってしまわないということを気をつけてやってみましょう。2本目で止まらない、ね、そうすると女性しっかりついてきてくれますので、このあたりを気をつけて練習してみてください。よくご質問いただく女性のネックの返し方について少しおさらいしたいと思います。ネックを返すタイミングというのは、1歩目2歩目ときて、2歩目から3歩目にかけてのところで起こるんですけれども、ここの2歩目の乗り越えたあたりで首を回してください。で、この時にヘッドは水平に変化をするように心がけましょう。ゆくゆくは上級者になるとこのような姿勢を取ることになるんですけれども、このように背骨がしなっている状態だと背骨を巻き込んでしまうっていう風なことをやってしまうことがよくありまして、そうするとうまく決まらない原因になりますので、2歩目を乗り越えた時に水平に移動という風にシンプルにやっていただくといいと思います。あともう一点、ヘッドを返すタイミングについてなんですけれども、2歩目を乗り越えた時であって、足をついてからなんとなく早めぐらいにヘッドを返してしまったりするとショルダーが歪む原因になりますのでご注意ください。あともちろんなんですけれど、遅すぎてもちょっとまずいわけで、2歩目から3歩目をついてなんとなくドロンといくとキレがなくなってしまうので、これもご注意ください。この2歩目から3歩目で女性がクローズしてくるところ、ここでボディは男性のボディとしっかり平行であることを気をつけてください。クローズドポジションに戻る際にボディを閉じすぎてしまうと、このように右肩に歪みが生じる原因になりますので、あくまで男性のボディと平行に体の面を調節してください。体の面が平行になるようにしたいのですが、これが
例えば私が閉じすぎてしまうと右肩が余ってしまいます。上がってきたり歪みが起こりやすいこの右肩に関しては肩甲骨下の筋肉をうまく使って、上がってこないようにですね、自分自身で抑えておくのが女性の責任と思っていただいてですね、頑張ってみてください。そうするとこのようになります。プロムナードポジションから始まるフィギュアでタングらしいフィーリングを表現するのに大事になってくるのがフリックアクションです。今回のクローズドプロムナードもそうですが、プロムナードポジションではこのように足が横向きにセッティングされたような状態になっておりますので、ここから漫然とステップしていくとどうにも締まりのない動きになってしまいます。そのためこの1歩目の足が実際に動かされるその前に、前の足はボールのインサイドエッジで固定したまま、両膝の圧縮と体重移動によってこのようなための時間を作ります。今にも左足がステップしたくなりますが、そこを少し我慢してこのような体重移動を起こした後にこちらの足を解放してあげることによって足にスピード感が生まれます。この際に注意していただきたい点としては、フリックアクションをすることが目的になってしまうと体重移動をきちんと行えていない状態で前の足をアクションするので、このように空振りしたような状態が起こってしまいます。これを防ぐためにはペットボトルのキャップのようなすごく小さいものを前の足で遠くへ蹴り飛ばすイメージを持ってアクションしていきましょう。そのようにするとフリックの際に体重が上ずってしまうことを防いで、しっかりと地面とつながったまま一歩目の足をステップしていくことにつながります。また先ほどのフットワークのところでもお話ししましたが、最初のフットワークはヒールトーではなくヒールですので、フリックアクションの結果前の足のかかとが地面に接地する際にはかかとで自分の体重をキャッチするという意識を忘れないでください。ボールまで行ってしまうと体重が乗り越えて上ずってしまいますので、その点も気をつけていただけると幸いです。本日のステージは以上です。次回はここまで覚えた最低限のフィギュアにあと1個だけバックコルテというステップを追加して、フロアの中を自由に踊っていただけるようなレッスンをしていきます。ぜひ楽しみにお待ちください。このチャンネルでは社交ダンスに役立つたくさんのレッスン動画やプロダンサーの舞台裏をお届けしております。もしちょっとでも良かったよと思っていただけましたら、グッド評価ボタン、そして右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。